今回ですね、Google Earth Studio とですね、After Effects の連携みたいなものをちょっと紹介したいと思います。まあ、Google Earth Studio、まあ、最近だとですね、いろいろとこう、ウェブ上で、まあ、地図などを見ることができるんですけども、まあ、それがですね、3D 化したという非常に、まあ、面白いですね、アプリケーションになっております。ブラウザーベースでね、これも組んで、ちょっと見ていただければと思います。はい、まずですね、立ち上げますと、まあ、ブランクプロジェクトってなりますんで、ここを押していただければと思います。はい、クイックスタートですね。はい、押します。そうするとね、4つも用意されてるんですよ、モードが。こう回転したりとか、こうやったりとか、ポイントからポイントへみたいなんですけども、まあ、ちょっと面白いんで、この、はい、こっちの右下のね、スパイラル、ちょっとこちらの方を選択して、スタートを押してみたいと思います。はい、そうするとですね、一応もうプリセットで、スパイラルね、こう、急降下みたいな形になるんですけども、ここ、じゃあ何にしようかな。今回ですね、私ですね、はい。墨田区民なんで、東京スカイツリーちょっと行ってみましょうか。東京スカイツリー、はい。そうそうですね、なんだこれやってのが出てくるんですけど、これ慌てないですよね。これ移動させると、これスカイツリーなんですよ。こんな感じで、まあこの場所なんでしょうね、まさにね。これが表示されます。はい、でこれで OK ですかということで、ホイールマウスね、こんな感じで見ることができるんですけども、はい、 OK だったら次に進みます。はい、次進みましたら、最初にね、こうやってスパイラルってなってまして、ここから始まって急降下して降りてきますよみたいなのが確認することができます。でこれなんですけども、最初のねデフォルトの、まあ、あのポイントどういう感じにするかって、まあ、これ今プリセットのままになってるんですけども、あのここも変えることが可能となっています。まあ航空写真ね、ここがねちょうどスカイツリーになってるような、そんなような状況になってます。さあ OK 押して次行きます。はい、次秒数何秒にしますかということで、今これ25秒でやって、まあ25秒でいきましょうか。これね、なんか知らないですけどもね、3秒とかね、5秒ぐらいでやるとエラーが出ちゃうんですよ。ちょっとこれは報告したいなと思ってるんですけども、まあ長尺じゃないとちょっとマシンによってはうまくいかないっていうケースがありました。さあ次なんですけども、エディット画面です。さあここなんですが、もうすでにね、こうスパイラルっていうやつでこう出来上がってるんですよ。こういう風にこうなって、出来上がってまして、まあ、基本的にはどういう動きしてるのかっていうところなんですが、ここからですね、3画面出してあげてください。これがね、一番見やすいかなと思うんですよね。はい、トップの画面はね、航空写真とマップであるんですけども、こんなような形で、まあ、先ほど見ましたよね。で、これはね、上から、上1000メートルとかね、500メートルって、まあ、横から見たようなね、そういうラインが見えるか、見える形となっています。はい、こんなような感じで、はい、出てきました。で、これのね、やり方、細かいね、キーフレームのやり方、ちょっとね、他でも載ってるんですけども、まあ、いろいろとこういじることが可能です。まあ、極端なし、キーフレームになってるんで、これね、アフターエフェクトに似てるんですよね。こう、J と K のキーを押すとね、次にこういったりだとか、まあ、キーフレーム打って、まあ、場所とか、高さをここで変えていくっていうことも、可能となっています。今は基本的にここのね、ターゲット、スカイツリーのところを見てるような形になっています。で、ここのターゲットなんですけども、まあ、別途ターゲットをね、ちょっとここ作りたいと思うんで、ちょっとここの位置にですね、もっと接近してみましょう。はい。ここですね、ちょうどね、センターがあるんですけども、これね、ターゲットがね、動くとね、位置もずれるんですよ、こうやって。だからこのターゲットはしっかりと最初のね、デフォルトの位置にしてあげてください。そして右クリックをしまして、セットトラックポイント。はい、トラックポイントをね、設定します。ここだと、スカイツリーなんで、スカイツリー、はい、ここにポイントをしますよということで、はい、ちょうどスカイツリーのところにね、ポイントを設定しました。ちょっとこれ、ね、位置がずれちゃったりするんで、気をつけてくださいね。ポイントの位置、よいしょ、よし、ここかな。こんな感じにして置いてあげます。はい、そうするとトラックポイントの、まあ、位置が大まかに設定することができました。そして次、レンダー。もうこれ早いですね。もう書き出しっていうことで、はい、書き出しをします。はい、そうすると、こんなような感じでプレビューが出てきまして、じゃあこれね、スカイツリーにしましょう。スカイツリー。はい。そして、アドバンスオプションからですね、インクルードスリートラッキングデータ。これを押してあげてください。そうしますと、先ほど設定したトラッキングデータ、これをアフターエフェクツ上に持ってくることが可能となっています。さあ、ここでスタートを押して開始です。さあ、こっからがね、結構長いんですよね。ちょっとあります。ちょっとどころかかなりあります。
結構 GPU 使ってんのかなということで、マシンパワーが低いとね、これやっぱりちょっと快適にいかないんですけども、まあ GeForce とか Quad とかで結構ね、いいものを積んでれば、まあそれなりに速くなるんじゃないかなという感じですね。まあ CPU もそうですね。はい、これでちょっとずっと待ってみましょう。無事ですね、Google Earth Studio の、レンタリングが変わりましたら、自動的にですね、こういった ZIP ファイルでですね、送られてきます。まあダウンロードのところに入りまして、これ今コピーしました。で、さっきですね、スカイツリーと言ったんですけども、どうも日本語2バイト文字対応してないみたいなんで、わざわざこれリネームしました。まあ通常はですね、英語でやった方がいいかなと思います。で、これを回答するとですね、ここに不定字と、まあこれアンタイトルって出てるんですけど、スカイツリーですね。スカイツリーの、入ってます。この JSX って書かれたものが、今回主に使用するものです。じゃあちょっとね、これをね、やっていきたいんですけども、After Effects からですね、今のファイルのスクリプトですね。スクリプトファイルを実行を選択します。はい、そこでですね、このスカイツリーから sky3.jsx と書かれたスクリプトを開きます。はい、そうするとですね、読み込みが、完了しまして、はい、このような感じでですね、はい、見事に、こういう画像というのがですね、アフターエフェクトに読み込まれました。で、今ここにあるものなんですけども、これ今テキストってありますけど、これはまあ無視しても構いません。後で付け加えるものなんですが、ここですね、スカイツリー。これは先ほど選択して、まあ、作りました、まあ、中止点、トラッキングポイントの地点となっています。ですから、これがスカイツリーと同時に動いていくような形になっているわけです。はい、で、こちらの方をちょっと一緒にね、連動するような形にしたいと思います。じゃあ、ここでね、ちょっとスカイツリーと打ちましょうか。はい、スカイツリー。すごいですね、赤で、ちょっと、激しい色ですけども、わかりやすくしましょうね。はい、このような形にします。はい。で、これを、まあ、このような形に置くんですけども、無事打ち終わりましたら、ちょっとこれ消しましょうか。はい。今、スカイツリーと出てるのがあるんですけども、これをですね、まずは、はい、親子で連動させます。させます。そうすると、このヌルに当たるような形になるわけです。そして、連動させましたら、今度 3D レイヤーのスイッチをオンにします。はい、オンにしましたら消えちゃってます。まあ、なんか変なところにいるんですよね、これね。で、ここの1のところをね、全部0に変えちゃってください。0と、0と、0。はい、そうすると、現れます。どこ行ってたんでしょうね。はい。で、ここからですけども、今こういう風に出て、今まあ、これでもう連動してるような感じになるんですよ。だけど、まあ今ここね、まだ角度とか立ち上がってないんで、90度に設定してと。はい。そして、これですね。よいしょ。こっち側に持ってきましょう。持ってきましょう。そして、この中心ラインがね、ずれてるので、こちらの方もこんなような形にします。はい。そうすると、連動してですね、こういうような感じで、はい。動いてるのが確認できると思います。あ、反対返っちゃった。はい、このような感じで連動できます、はい、こちらの方の映像なんですが、今回はね、上の上空を旋回するような映像っていうのをちょっと作ってみました。あ、両国国技館です。はい、電報寺があるところですね、両国で。ここで質問があったんですけども、文字後ろになっちゃいますよね、これね。旋回した後こうなっちゃって、こことここの位置が変わってしまうっていうか、反転になってしまうと。で、これね、直しようがないんですよね、これ。やはり私も同じ意見で、ここに来たら、真横あたりに来たら、ここかな、手動で直しましょうか。この Y 回転のところを、ここで、次、こう来たあたりで、0に戻します。そうすると、ここで、国技館って来て、キーフレームが一瞬で、切り替わって、これ危ないですね、危ないですね、これは危ないです。よくわからん回転をしとるじゃないですか。なんで、ここで21、この1フレームでやりましょうか。1フレームで。で、これで動いちゃうみたいな動作があったら、一応危ないんで、このキーフレームを、そうですね、静止タクリーン、噛んじゃってる。これを静止したキーフレームに切り替えれば確実だと思います。なんかちょっとなっちゃう人はね。はい。そうすると、こちらの方から、こう来て、こう切り替わった時に、国技館の方がこちら側を向いてる、正面を向いてるといった、形に変えることができるわけです。
まあ、めんどくさいですけどね。あとはね、どういう方法がいいかな。はい、もう一個の方法はですね、刻印鑑をね、もう一個コピーしまして、上に配置します。それで Z をね、ちょっとだけずらしましょうか。こんな形にします。そして、この Z は、極端な話、Y 回転をマイナス、180、逆にします。はい、こうなります。そうするとちょっとね、こうずれちゃうんですけども、こういうような形にします。はい、ずれましたら、今度は、レイヤーから新規の平面。Check out the spunky sound。 新規平面にしましょうか。はい、ここで引きます。で、同じようなね、動作をしなきゃいけないんで、ここもリンクさせて、3D にして、ちょっとね、トランスフォームのあれが、平面なんでね、ちょっともうちょっと違う場所になっちゃうんですが、ちょっとこの辺の合わせがね、ちょっとめんどくさいんですけども、やってみましょう。X 回転。よいしょ、こんな感じ。真ん中に入れます。そして、微調整して、こんな感じかな。はい。こんな感じしましょう。そして、マスクで囲いましょうか。めんどくさいんでね。この辺からマスクで、こういう感じにしましょう。はい。そうすると、ちょっとマスク、あれなんでちょっとかっこ悪いな。少しぼかそう。はい。こんな感じにします。そうすると、こっちの前と後ろが、あ、やばい。もうちょっとこっちに移動さなきゃダメだ。グレーを、もう少し、両方に、真ん中に入るようにね、移動しなきゃいけないんで。ここだね。ここ。はい。で、こうすると、OK。こっちが刻印鑑になってて、こうするとこっちが刻印鑑になってます。はい、こういう風にね、壁作っちゃうとそれがね、結局障壁となってくれるんで、まあこううまくやってくれるような感じにはなるんじゃないかなと思いますね。まあちょっと壁の間気になっちゃう人はもう微妙にずらせばだいぶ1ピクセルぐらいでいけるんじゃないかなと思うので、この方法もぜひお試しいただければと思います。でね、もう一個はね、ちょっとこれはね、特殊な方法なんですけども、あの追尾してくれる方法です。じゃあちょっとこれね、今また複製しますね。複製して、他の2つ隠します。ちょっと今のやったやつ隠しちゃいますね。はい、で今これだけあるんですけども、自動追尾ちょっとやってみたいと思います。まずはですね、自動追尾はこう選択しまして、はい、こちらの方ですね、トランスフォームから自動方向で、これをですね、自動方向をかけますと、カメラに向かって方向設定ってあるんですけど、これだとね、うまくいかないんですよ。ちょっとやってみましょうかどこ向いとんじゃんみたいな、どこ向いてどこにいるんだみたいな感じになっちゃうんで、これなんかダメなんですよ。多分特殊なね、なんかね、ヌルのこの部分でなんか妨害されてるというか、うまくダイレクトにいかないんですよ。でこの場合は、トランスフォームの自動方向から、カメラ設定で文字単位の 3D 化をしようっていうのをね、選んであげてください。そうするとね、文字単位だとねこういくんですよこうなんか演出がすごい逆に凝ってますね、これねで、これでちょっと困っちゃうじゃないですか。これで困っちゃうんで、こちらの方から、テキストの、パスのオプションから、詳細オプション、こちらで文字を全てに変えてあげましょう。そうするとね、こういう風についてきてくれます。はい、まあこんな感じでですね、まあカメラの方向に向かってくれるということも可能ですので、ぜひお試しいただければと思います。